どうも霊夢と、うまうま魔理沙だぜー。寒い。寒すぎる。毎日毎日寒くて嫌になっちゃうよな。ウプ主もこの時期の競馬観戦は正直しんどいって言ってたぜ。競馬場は屋外だもんね。こんな寒さの中で、レースをする競走馬や騎手、関係者の皆さんのことを私は尊敬してるわ。ほんとだよな。平日も早朝から雪が降る中で調教したり、命がけで競走馬に情熱を注ぐ姿に、私もすごいなぁと感心しているぜ。それじゃあ、私たちも寒いけど頑張るわよ。え、寒いのは霊夢の存在じゃなくて？ひどい。ひどいよ。うわぁーん。ごめんって冗談冗談当然冗談。いや、魔理沙の方がおもんない。さあ、本題に戻るぜ。いや、スルーするなぁ。まあ、本題に戻るわ。魔理沙、今日はどの馬娘について解説してくれるんだっけ？今日は、前回のアグネスタキオンの動画でも予告した通り、幻の三冠馬と呼ばれた富士奇跡について解説するぜ。ゲートイン完了。富士奇跡は1992年4月15日、北海道千歳市の社大ファームで生まれたぜ。父サンデイサイレンスは1989年の全米年度代表馬に輝き、日本に輸入されてからは、日本競馬に革命を起こすことになる名手牡馬だぜ。富士奇跡は、そんなサンデイサイレンスの初年度産駒なんだ。これは走りそうね。当歳の頃から社大ファームでサンデイ産駒の一番の期待馬として挙げられて、育成調教でも牧場スタッフからの評判は上々。立東渡辺栄厩舎に入厩すると、調教でも抜群の動きを見せるんだ。おお。これはすごい馬になりそうね。まあ、そんな富士奇跡の有名なエピソードを一つ紹介するぜ。先ほども解説したように、富士奇跡はデビュー前から期待されていたんだが、なんとゲート試験に5回も落ちてしまう。え？何があったの？富士奇跡は、ゲートにはすんなり入るのに、ゲートが開いても全く出なかったのである。ええー。で、待てよ。どっかでそんな馬見たことあるぞ。スタートしました。ゴールドシップ大きく立ち遅れました。まあ、ゴルシと同じで富士奇跡もゲートから出なかったんだぜ。富士奇跡はやんちゃな馬なのね。そうなんだぜ。凶暴なわけではなく、いたずらが好きなやんちゃ坊主ってだけ。めっちゃ可愛いじゃん。まあ、そんな富士奇跡も、6回目のゲート試験でついに合格。8月の新潟開催の新馬戦でデビューすることになったんだ。ようやく期待のサンデイサイレンス3区がデビューか。当時、サンデイ3区が新馬戦で続々と勝ち上がっていて、サンデイサイレンス旋風が巻き起こっていたんだ。富士奇跡もこの勢いに乗るしかないわね。芝1200無の新馬戦に出走する富士奇跡には、海老名正義が騎乗。単勝 2.9 倍の2番人気でデビューすることになったぜ。頑張れ富士奇跡。さあ行こう新馬戦。スタートしました。ちょっと富士奇跡が立ち遅れました。さあ先行争いに入ります。まず中をつきまして TMB が上がってまいりました。体半分のリード。2番手は2頭並んで、ストーツ1走がジュリーパートナー、そのうちからは1番のシェルクイーン並んでおります。あとは2馬身から3馬身遅れました。ハイマート Z が追走、1馬身差、内から行ったのが杉の子大王、その後は半馬身遅れまして、富士奇跡は後ろから3番手、その後は2馬身から2馬身半差、メジロミルザム、最高峰は4馬身ほど遅れまして、カネサローマの体型です。各馬第3コーナーのカーブに入ってまいりました。TM ビガー先頭でリードは1馬身ぐらい、そして2番手にはシェルクイーンぴったりとマーク、あとは2馬身遅れまして、ジュディパートナー、その内からは富士奇跡が単独3番手から前を伺う体勢まで上がってまいりました。あとは3馬身差、ハイマート Z、内に入った杉の子大王で4コーナーのカーブです。TM ビガー先頭で体半分のリード、400を切りました。外からじわっと差を詰めるシェルクイーン、そして大外を回った富士奇跡で直線コースに向きました。おっと、後続7番のハイマート Z が落馬、4コーナーでハイマート Z 落馬しております。さあ直線コースを向きまして、前の争いはここで富士奇跡が先頭に立った。200を切りました。2番手争いは内懸命に TMB が粘っておりますが、ストーついて1番のシェルクイーン、3番手が2番手並んでまいりました。あと100を切りまして、先頭は2番の富士奇跡独走体制。富士奇跡先頭でゴールイン。2番手には1番のシェルクイーン、その後に5番の TMB がと入っております。強い。 1200m 戦で出遅れて持ったまま8馬身差の圧勝。この後は消耗を防ぐために秋までレースを使わず、復帰戦は10月8日、阪神戦 600m のもみじステークスとなったんだ。そして、このレースから引退まで、角田光一が視線を務めることになるぜ。角田騎手はノースフライトやジャングルポケットの視線だな。おお、結構良い騎手じゃない。これは連勝できそうね。そんな富士奇跡は新馬戦の内容から、
単勝 1.2 倍の圧倒的な支持を集めることになるんだぜ。さあ行こうも二次ステークス。もう一度巻き返してきました。4頭横に広がってさあ直線です。8枠両馬外へ出ました。直線に入って激しい叩き合いになるか。藤木関まだ追った様子はありません。藤木関坂の下これからゆっくり追います。藤木関琴音を通って萱津強し、琴音を通って萱津強し、それから差し込んできたのは東洋新理。東洋新理が3番手内を取ってウルトラエネルギーあたりか。3番手争いになりました。前に2頭ですが前頭2頭の他を引き離して先頭藤木関1着で今通り持ったまま完勝。強すぎでしょ。楽な手応えで馬なりのまま先頭に立つと、後のダービー馬田安強氏に圧巻のレコード勝ち。これは、G1 戦線での活躍が楽しみだわ。そして迎えた3歳王者決定戦 G1 朝日杯3歳ステークスでは、単勝 1.5 倍の圧倒的な1番人気に支持されるんだ。このレースには外国産の無敗馬、スキーキャプテンも出走。競馬ファンの多くが、この2頭の一騎打ちになると予想していたぜ。こんなところで負ける馬じゃないわ。頑張れ藤木関。さあ行こう、朝日杯3歳ステークス。マイネルガーブも早めのスタートを見せています。4コーナーのカーブに入って残り400通過。後続集団からは東証フェルマが内をついて上がってくる。直線に向かいました。さあしかし先頭は日清ソブリン。日清ソブリン先頭で内から藤木関、内足追から藤木関一気に上がってくるか。コクトジュリアンが外からさらに追い込んでくる。間からはマイティーフォース。これはいい競馬になったが藤木関が内から抜けた。コクトジュリアン大外からぐいぐいと追い込んでくるのは赤い帽子スキーキャプテン。スキーキャプテンが2番手に上がった。やはり一騎打ち。藤木関かスキーキャプテンか並んでゴール。2頭の一騎打ちになりました。やっぱり強かったわね。直線で内から楽な手応えであっという間に抜け出し、ゴール前では最後方から追い込んだスキーキャプテンに追い詰められるも、素晴らしい勝負根性を発揮して首差で勝利。藤木関が強すぎると思った視聴者さんはグッドボタンで教えてね。いやーこれはあまりにも強すぎでしょ。ここまでの3戦で一発も鞭を使わず G1 ですらノーステッキで完勝。今後、藤木関がどこまで成長するのか競馬ファンの注目が集まったんだぜ。これは3冠すらも通過点なんじゃないかしら。当時、そう感じた競馬ファンも多かったみたいだな。この後の藤木関の活躍が楽しみだわ。朝日杯後の藤木関は、冬場も休むことなく調教を続け、半路調教で好タイムを叩き出し、食欲が旺盛でどんどん馬体重が増えたんだ。こうして、復帰戦の皐月賞トライアル G2 弥生賞では、プラス16キロでの出走。素晴らしい成長力でめっちゃ仕上がってるわね。追い切りでもハンドコースで1番時計を叩き出していて、単勝 1.3 倍の圧倒的な1番人気に支持されたぜ。この日の中山競馬の馬場状態は重馬場で、藤木関の馬場適性も注目されたんだ。重馬場もきっと大丈夫や。弥生賞は前哨戦なんだから圧勝してくれるわ。ここは絶対に負けられない戦い。さあ行こう、皐月賞トライアル弥生賞。帽子が上がってきた。そして真っ黒になって伊吹田門矢倉は外に持ち出している。4コーナーをカーブして直線コース先頭早くも藤木関、横を見ながら角田光一、外から北海武装、外から北海武装。さあどうだ、藤木関危ないぞ。藤木関危ない、内で粘っている。外から北海武装2頭の一騎打ち。しかし譲らない、しかし負けない。これが強さ、藤木関の強さ。今しちぎったゴール200に北海武装。勝ったのは藤木関、4戦全勝。奇跡の豪客は健在です。やったー圧勝だー。早めに先頭に立ったもののなかなか突き放すことができず、一旦は追い込んできた2番人気の北海ルソーにかわされかけた。しかしそこから一気に加速して2馬身半差をつけて圧勝。あの走りはまさにロケットのような末脚だったわね。この勝利で誰もがクラシックの主役になると確信した。しかし現実はそう甘くなかったんだ。どういうこと？クラシック初戦皐月賞の直前、藤木関を悪夢が襲う。なんと、左前足に重度の屈腱炎を発症してしまったんだ。復帰には1年以上を要するとの診断。関係者での協議の結果、そのまま引退して守護馬入りが決定したんだ。ようやく伝説が動き出したと思ったのに。ちなみに、この年のクラシック3冠では、1冠目の皐月賞をサンデーサイレンス3区のジェニュインが勝利。日本ダービーではもみじステークスで藤木関に敗れた。同じくサンデーサイレンス3区の田安剛が勝利。菊花賞では、馬娘にもなったマヤのトップガンが勝利。もし、無事だったらこの3冠全てを藤木関が制していたかもしれない。ああ。故障しなかったら、どこまでやれてたのかしらね。そして、守護馬入りした藤木関は、当初はまずまずの成績だったものの、その後は時代の変化などもあって、3区が大活躍することに。金引きりは砂のディープインパクトと呼ばれ、金車差の奇跡は高松宮記念を連覇。ファイングレインも同レースを勝利し、
歌手の前川清さんが所有する恋歌はビクトリアマイルを制覇。エイジアンウィンズも同レースを制して、ダノンシャンティは直線一気で NHK マイルカップを制覇。サダムパテックはマイルチャンピオンシップを制して、ストレートガールは短距離女王に輝いた。そして代表3区のイスラボニータは、父が出走できなかったサツキ賞を制覇したんだ。大活躍してるじゃない。クッケンエンさえなければねー。ほんとだよな。すべての世代から重賞馬を輩出していて、種母馬としても人気だった藤木石は、2011年以降、頸椎狭窄症の治療もあり、そのまま種母馬を引退して功労馬として余生を送ることに。そして2015年12月28日、23歳の藤木石は頸椎損傷で亡くなったんだ。23歳だと競走馬の平均寿命ね。そうだな。今回は競走馬としても、種母馬としても活躍した、幻の三冠馬藤木石について解説しました。次回は半路の申し子と呼ばれた伝説の逃げ馬、美穂のブルボンについて解説するので、チャンネル登録して見に来てくださいね。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。あざしたー。